はい、どうも、ミサトスイッチファームのポニタンです。ということで、今日は僕が橋打ちの解除をやっていきたいと思います。それでは開けていきます。ちょっと待ってね、ペーパーの準備するの忘れてた。おとなしい子ですね、意外と。よし、よし、はい、この子の体重測ります。はい、874g。 はいはいはい、874g ね。6月の3日、 874g。 はい、おとなしくていい子です。はい、イソジンでその尾をね、消毒していきます。はい、ちょっとごめんね、おへそがもうすっかり乾いてますね。すっかり乾いてて、足もムチムチしてて、とても健康な子です。はい、君はね、33番だよ。はい、33番。はい、じゃあ足バンドの方もつけてきます。ね、この足バンドがさ、大事なんだよ、ひなにとって。はい、ちょっとごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめんね。ごめんね。はい。で、肝心のね、雌雄鑑別なんですけど。ね。お尻のね、なんかここを見るらしいですよ。もうね、ふさふさで草。ふさふさでよくわかんないですよね。謎の突起があれば、オスだとか。オスかな？この子は。はい、ということで。33番ちゃんでした。さあ、おっきして。はい、起きようね、おはよう。はい、続いてはこの子です。はい、じゃあ例のごとく体重計に乗せていきます。はい、おとなしくね。はい、760g。ちょっと軽め、 760g だって。結構軽いね。はい、じゃあまたイソジンで消毒しましょう。ね、ちょびちょびちょい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 。なんかイソジンの匂いってなんか良くない？俺だけ。イソジンの匂いがなんか良さげだと思ってんのはもしかして俺だけ。はい、君は34番です。
はい、34番。誕生おめでとう。はい、足バンドもつけます。はい、ちょっとごめんね、繰り返すよ。はい、かわいいね。はい、大丈夫だよ、お兄さんに任せな。お兄さんに任せてね、健康に育って、健康に育ってね。はい、健康に育って。ダメ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 、暴れちゃダメってば。まあね、裏返しにされるとね怖いっていうのも、まあうなずけるんですけど。はい、君はオスかなメスかな。はい、ちょっと見せてね、ごめんね。これはオスですね。はい、34番ちゃんでした。なかなかね、面白いもんだよ。ナンバー34番、はい、多分オス、オス、オスとメスの明確な区別の仕方がまだよく分かってません。はい、続いてこっち側、なんと立派な、いいヒナですね。ね、殻をちゃんと割って自分で出てこれてる。はい、おいで。はい、続いてはこちらの子です。ちょっとばかし頭が白いな。はい、測ります。はい、おとなしくしてね。はい、おとなしくね、大丈夫だよ。はい、813g。9月の3日、813g。はい、この子はナンバー35になる子ですね。はい、ごめんね。はい、おいで。おいでおいで、大丈夫大丈夫大丈夫だよ。お、おへそにまだゴミがついてる。この子はまだ生まれたばっかなのかな。はい、今直してあげるから待って待って。はいね、おとなしくね。君は35番です。はい、足バンドつけます。ちょっとひっくり返すよ。ごめんね、ごめんね、ごめんね。ちょっとだけね、お兄さんに時間ちょうだいね。ちょっとだけだからね。ね、ごめんね、ごめんね、手際が悪くてごめんね。そうね、この足バンドはね、君たちがね、
足を悪くしないためにあるんだよ。ちょっと待ってて、待って待って、聞き分けのいい子に育ってごめんね。はい、終わったよ終わったよ、待って。はい、それで例のごとくお尻を見ていくんですが、ピヨピヨピヨ、ちょん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 、メス、はい、バタバタしないの、ごめんね、また明日だよ。はい、ネクスト、次の子はこちらです。え、大丈夫かこの子。この子大丈夫かな、首がもう、この大丈夫、伸ばしていこうね、首が卵の殻の形状に回っちゃってる、大丈夫で、796g、796g。この子はナンバー36。はい。ごめんね、持ち上げるよ。この子はなんか比較的おとなしい。なんかぼってりしてる。体の中の黄身が多そうな感じがします。36番、消毒します。ごめんねごめんね。はいね、おへそからバイ菌が入るとね怖いからね。はいはい、ちょい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 、このまま足バンドつけましょうかね。足バンドもね、ちょっとね、だんだんなくなってきた。首大丈夫？君。変な感じでごめんごめん。変な感じで固定されてたから固まっちゃったそのまま。大丈夫？もう考えもんですよね。ごめんね。すぐ終わりよ、待って。ほら終わった、ほら終わった終わった、待って待って。はい。はい、どうかな。ちょんちょんちょん。オスですね。これでもうちょっと近く見えるかな。はい。はい、37番です、君は。この子950万だね。おデブだ、おデブ。はい、ひっくり返すよ。はい、おへそ消毒します。ふかふかでわかんねえな。あったあった、ここだ。ちょいちょいちょい、ごめんね。はい、足バンドつけるよ。いや、いいねこの子、健康有料児だ多分。43、親は43だって。
はい、足バンドつけるよ。待ってー、もうちょっとお兄さんに時間ください。はい、できたよ。待ってね。ふかふかでわかんないけど、押す。37番はオスです。なんか自分でさ、殻をしっかり破れる子が多い。大丈夫？よし、はい、37番オスでした。はい、ラスト1匹ですね。はい、おはよう。はい、ラスト1匹はこの子です。なんかブルブル震えてる。寒い？大丈夫？そんなことないでしょ。はい、786g。こいつはナンバー38。はい、おいで。はい、この子なんかちょっと首が太いね。ふっくらしてる。はい、君は38番だよ。はい、ちょっと一瞬ごめんね。ごめんね。はい、許して。どこだ？ここか。あった。ちょいちょいちょいってね。あー、ごめんごめん。もうちょっと時間ちょうだい。もうちょっとだけね。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ。ね、もうちょっとだけお兄さん時間ちょうだい。あなた方のためだから待って。怖いよね。怖い怖い。分かってる分かってる。でも悪いようにはしないからさ。ね。はい。行こう行こう。最後ね。最後ね、ちょっとね、怖いだろうけど待ってね。はい。押す。押すが多いな。はい、ということで無事にヒナがいろいろ帰りました。はいね、また次の日にヒナ舎の方に持っていきたいと思います。はいはい、おやすみ。はい、ご視聴いただきありがとうございました。以上、ミサとオーストリッチファームからコニタンがヒナの解除をお送りしました。
チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。